JST のバイオサイエンスデータベースセンター MBDC の坂東明日香と申します。本日はよろしくお願いします。まずちょっと初めに参加者の皆さんのバックグラウンドを簡単に伺いたいんですけども、学生さんの方手を挙手をいただいてもよろしいでしょうか。院生さん、学部生の方、ありがとうございます。7名くらいですかね。お勤めの方、企業ですとか大学で研究をなさっている方、データを実際に使ったりしていらっしゃる方、大体同じぐらいですね。普段じゃあ、実験研究をされている方、ありがとうございます。7名ぐらい。逆にデータを生産する側ではなくて解析を主にされている方は、ではそういうことをこれからしたいと思って参加されている方、1名。逆にデータをその統合する側の人はいらっしゃいます？いらっしゃらない、はい、参加者の方からはいらっしゃらないということ、ありがとうございます。ちょっとまず、そうですね、本日の講習会、皆さん私どもが開発しているサービスを実際に研究の職場ですとかラボで実際に使ってデータを解析したいという目的でご参加いただいていると思うんですけども、最初に少しだけお時間をいただきまして、実際にデータを統合する側、解析する側でもデータを出す側でもなく統合する側の私たちが一体どういう事業、どういった、気持ちで行っているのかということを簡単に紹介させていただきたいと思います。で、私どもの事業名、ライフサイエンスデータベースを統合する推進事業という、そのままの名前なんですけども、もう少し具体的に公にされている情報で言いますと、ライフサイエンス分野のデータベースを統合し、データの価値を最大化することによりユーザーに貢献できる、データベースセンターとなることということで、非常に大きなミッションで、平成23年度、今年度から、立ち上がっております。で、このような JST、NBDC、バイオサイエンスデータベースセンターというところが、取りまとめというか全体をまとめるようなタスクを担っておりまして、で、それぞれのプログラムについてはいろいろな組織の方々にも参加してみんなで一緒にやっているという事業です。で、それぞれのタスクについては後で、この図については後で詳細をお話ししたいと思います。で、このような事業が立ち上がった背景というのは、統合化しなければいけない問題があるからこういった事業が立ち上がるわけですね。で、まず前半にその国内のデータベース基盤構築の今どういった現状でどういった問題があるのかということをちょっと簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、後半としまして、そのために私たちが今までどのような取り組みを行ってきたのかということをお話しさせていただきます。で、まずは前半のデータベースの基盤構築の現状と問題についてです。で、皆さんはそうですね、日頃今この日本でどれだけのデータ、生命科学系のデータが生産されて、どれだけの予算が投資されて、一体それがどこにあるのかっていうことを考えを巡らせたりなさったことありますでしょうか。これはちょっと古いデータ、5、6年ほど前の内閣府での調査のデータになるんですけども、その国内の巨額のお金を使って行われたプロジェクト由来のデータがどこから出て、どこに蓄積されて、どのように公開されているのかといった図になります。で、いくつかの特徴がここから見えてきまして、まず一つ目としましては、非常に多種多様なデータの蓄積というのが起こっていると。で、塩基配列ですとかタンパク質の立体構造みたいな、ある程度国際的に公共のレポジトリが整っていて、誰でも有効利用できるっていうようなインフラ整備が整っているタイプのデータもあるんですけども、それだけではなくて、例えば配列にしてもスニップデータですとか、また表現系データですとか画像データといった多種多様なデータが蓄積されてきている。で、それらについてはまだ公共のレポジトリとか、どのようにインフラを整備していったらいいのかということが行われていないと。で、さらにこれは日本独自の問題でもあるとは思うんですけども、このように厚生労働省、農水省、経産省、文科省といったような同じ生命科学系のデータであるにもかかわらず、省庁ごとにプロジェクトにファンディングしている省庁ごとに、データが縦割りで管理されていると。で、それぞれお金の付け方も違えば出てくる、
出口も違うというふうにバラバラにデータが管理されてしまっている。でさらにこういったそのデータの生産や構築に対して、年間だいたい3000から4000億のお金が巨額のお金がまあ投資されて、それがまあデータ生産に使われていると。でもこういったものをその実際にその研究者の方が誰でも有効利用して、まあ、将来にわたって使ってさまざまな研究を行うことができるかというと、そこの基盤整備のところについては、あまり今まで取り組まれてこなかったという現状がこの内閣府の調査で浮かび上がってきました。でじゃあ具体的にこういった現状ではその現状が続くとどういった問題が起きるのかということを整理しますと、そのここに4点、まあ、5つなんですけど4点挙げています。でまず1つ目として、まあ、データベースが散在して公開されてますので、せっかく公開されていても所在情報がわからないがためにアクセスできないという問題で、2番目としてはそのプロジェクトが行われたはいいけども、それの成果の公開がその本当にどのプロジェクトについてもきちんとなされているのかという公開が不十分であるがゆえに、また例えば同じようなタイプのデータを別の人が、まあ、作ってしまうとかいったような問題があると。で3番目としましては、そういったデータがバラバラに構築管理されているという現状が続くと、結局その一つのデータベースだけのデータだけなんで、いろいろなデータをこう組み合わせたりして解析をしたいといったときに、まあ、そういった解析が困難で、データをエントリーごとに検索してその自分の目的のデータを集積していくということが非常に難しいと。で応用研究にもつながりにくい。4番目としましては、まあ、こういったデータベースの構築、維持、アノテーション、キュレーションを行う人材がその少なかった、今までそういったものに対する評価、スポットライトが当たりにくかったという点があります。でおそらくそういった作業をその作業っていうふうに捉えてしまいがちだったと思うんですけども、実際にはそのバイオの実験研究とは若干性質が異なりますけど、ある種の知的な活動、またバイオの知識だけではなくてその、まあ、権利関係の問題ですとかコミュニケーションといったその独特のスキルをそれ求められるような知的な活動であるんですけれども、それが今までその論文で評価されるというその研究者の評価体系の枠組みに乗ってこないがために、まあ、人材が少ないと。でこういったことも全てトータルで含めて、我が国には長期的な視野に立ったデータベース戦略がそもそも今までなかったという問題に整理されます。では実際にそういったそのデータベースの問題点が全て解決されて統合されると一体どういうことがあるのかっていうことはそのなかなか難しいんですけども、まあ、一つ事例として考えられるのがこういった論文の場合ですね。皆さんは日頃その目的の論文を実際に探してそれを入手してで効率よくそれを読んで、しかもいろいろな論文をいろいろなジャーナルからこう取得して比較してっていうことを通常的におそらく行われているのではないかと思います。でそういったことがその容易に日常できるっていうことの背景には、例えばこういった書誌情報がもうその長い年月の間に整備されてきたパブメドのようなデータベースが存在していると。でデータベースではその検索をするための語彙ですとかシソーラスの整備というのがきちっとなされている。しかも論文というのはその当たり前と思いがちですけども、ジャーナル間でこうアブストラクトからレファレンスまでこう共通のある程度共通のフォーマットに整っているというのは非常に読みやすいですし比較も良いです。で英語で記述するという文化もそれなりに浸透していますし、そういった紙媒体のものがある程度電子化するという枠組みもまあ整ってきている。でさらにそういった論文を出すということがそもそも評価されるという仕組みがきちっと整備されていると、まあ、こういった背景があってインフラ整備が整っていて初めて論文といったものを非常に有効利用できると。では論文に付随するその生命科学系のこういったデータ付随データについてはどういう取り組みをしていったらいいんだろうかということです。でこのような議論を、まあ、内閣府のレベルで、まあ、5、6年ほど前に議論が行われまして、それを受けて、まあ、文科省の中でそのデータベースの基盤整備統合のためのプロジェクトというものをきちっと作りましょうということで、平成17年度に私たちの今の事業の先行プロジェクトになるんですけども、統合データベースプロジェクトというのが発足しました。でそれが統合データベースプロジェクトというのが、まあ、これもそのいろいろな機関のが参画しているプロジェクトなんですけども、主にライフサイエンス統合データベースセンター、今皆さんがいらっしゃるこの建物のセンターがその当時は中核機関を担っておりまして、準備段階として5年間進めておりました。
で今立ち上がっているあの私たちの事業はそれを引き継いでさらに発展させるというような第1段階準備段階を経て第1段階におります。ですから全くそのゼロから行っているものではなくてこうやってどん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 リレーのように、まあ、引き継いでいってさらに今後もまた発展させていくというような、まあ、全体のプランの中に位置づけられているプロジェクトです。では、そのような事業で実際にこれらの問題についてどのような取り組みを行っているのか、あの全てを全体をご紹介するとちょっと時間が足りないので NBDC 取りまとめである NBDC での取り組みを中心にお話しさせていただきたいと思います。まずちょっと体制の図に戻りますけども、このように今基盤技術開発プログラムと統合化推進プログラムというプログラムを立ち上げておりまして、で全体の取りまとめを JST、NBDC が行っていると。で基盤技術開発プログラムの方はライフサイエンス、このセンターライフサイエンス統合データベースセンターが、担当しておりまして、後ほど川野の方から紹介がありますので割愛させていただきます。で統合化推進プログラムにつきましては、そのこのように脳ですとかメタボロームとか植物といったその分野ごとの特有の問題やデータベースの統合化について、それぞれ の, その研究者の方にあのプロジェクトを進めていただくと、であの単独で進めるのではなくて、それぞれの、まあ、学会ですとかコミュニティの人たちに働きかけながらそれぞれの分野のデータベースの統合化を進めますと。でバイオサイエンスデータベースセンターではこれらのプログラム全体のまあファンディングですとか取りまとめ、また全体としての戦略立案統合化のガイドラインを作ったりしております。また分野に関係なくその必要な基盤的なサービスの開発をしております。それを今からご紹介します。で先ほどのこのようなデータベースの散在、成果公開が不十分、バラバラに構築管理されているために解析などが困難という、現状に対してどのようなアプローチをしていったらいいのかということですが、私たちはこのようなステップで、統合化を進めたいというふうに考えています。まず一つ目が、カタログの構築。これはデータベースのリンク集、と言いますか、まあ、リンクプラスそのデータベースについての説明情報を記載しているカタログなんですけども、ここに行けばもう生命科学のデータベースの所在情報は全て分かるといったような状態を目指すと。でユーザーからするとそのサイトを使っていただくことでデータベース単位でデータ、まあ、探し物をすることができる。で2番目としましては横断検索のデータベースではなくて、今度そのデータエントリー単位で一括であのデータベース横断的に検索をできるような状態というのを2番目に目指します。でこれによってユーザーはデータベースのフェーズではなくて個々のデータを一括で探すことができると。で3番目としましてはアーカイブ構築。でこれはその個々のプロジェクトから生産されたデータベースデータセットをもう丸ごとダウンロードして丸ごとその解析に利用できるという、でそのために私たちの方でデータを統一的な形式で揃えていきますというデータをユーザーの方に使っていただくためのステップです。でこれら 1,2,3 のステップについて今あのプロジェクトで NBDC の方で取り組んでおります。でそのさらに先には、次期第2期のフェーズとしてそれら の, そのアーカイブまでが整ったデータベースを実際にさらに利用して再構築するという連携を将来的には考えています。で今お話ししました 1,2,3 のステップはそれぞれこういったサービス名であのサイトを公開中です。でこれ私の次 の, あの串田の方から紹介と実際に皆さんにも使っていただきたいと思っています。で NBDC の方では、さらにこのカタログ横断検索アーカイブという3つのステップを今までその主に文科省系のアカデミックな、まあ、分野でのデータに対してあの率先して行ってきたんですけども、こういった経産省由来の例えば産業によったようなデータですとか厚労省から出てくる疾患関連、農水から出てくる、まあ、農林水産関連のデータというものについても同様にこれを進めていくことによって一番最初にお話しした縦割りの問題を解決していく必要があると思っておりまして、今年度特にその省関連携というのを注力して行っています。で具体的にはそれぞれの省の、まあ、統合データベースに携わっておられる方々と協力をしまして、
オールジャパンといったような体制で連携が取れるような仕組み作りを進めています。で具体的には昨年の12月12日にこのようなプレスリリースも公開しましたが、integbio.jp という紹介サイト、活動の紹介サイトで、まずは立ち上げておりますが、公開しています。で integbio.jp というドメイン名からも分かりますように、そのある特定 の, そのライフサイエンス統合データベースセンターとかバイオサイエンスデータベースセンターといったような組織には依存しないような場で、まあ、統合のあるべき姿を模索したりサービスとして公開したりということを、このように各省の担当者の方を交えて、みんなで作っていくということを今後このサイト上で目指していきます。実際にここからサービスもお使いいただけますので、ぜひご活用ください。以上が、NBDC で取り組んでいることの1点目で、2点目としましては、基盤技術プログラムと統合化推進プログラムと2つのプログラムがありますけれども、その間の連携を図るということも行っております。で具体的にはこういったその各分野の先生方がデータベースを構築する際にいろいろな基盤技術的な問題というのが生じてくると。で一方で DBCLS の方ではそういった基盤技術を開発していると。でその間の連携を図るために、定期的にこのような勉強会を行ったりですとか、これはウィキを利用してもうオープンな形で技術交換をしましょうというサイトも作っております。でここでこの各統合化推進の、ページがありまして、どのようなオントロジーやデータフォーマットを使っているのか、どういった技術に注目していて、それは国際標準されているのかっていうような状況を書くと。でこれをオープンにすることによって、その同じような技術を他のそのプログラムの人がもう作ってたのにまた作っちゃったっていうようなことが、なくなるような、連携を取れるような形を目指しています。で3点目としましては、こういったちょっとバイオ の, そのデータ解析とかデータ統合とはちょっと離れる問題にはなるんですけども、データを統合するにあたって重要な、権利関係、データをどのようなその権利関係を整理して、そのより自由度の高い共有をするにはどういった方針を取ったらいいのかということ、また人由来のデータを扱うプログラムが私ども の, グル私どもが、ファニーシェルグループの中にこういった脳の疾患データですとか人のデータ、コホート研究のデータ、多系データというようなものを含みますので、こういった人由来のデータを今後将来的に取り扱うためにどういった方針を出していったらいいのかといった整理ですね。でさらに本当に大きなインフラの問題になってくるんですけども、今後大規模なデータをどんどん受け入れていくというのにあたって、サーバーの資源の確保ですとか、その運用をどうするかといったような、問題、こういったその本当にインフラのインフラ整備というような問題を、そのデータ生産者側と利用者側の両方の視点を大事にしながら、個別に委員会ですとかグループを立ち上げて検討していくということを、今年度から始めているという状況です。で、さらに本日のこの講習会のように、その展示会ですとか講習、アジャックス講習会、また学会や、私たちが主催する講演で、私たちの活動を実際に使っていただくために、広めていく。でさらに私たちもそのユーザーの方と実際に交流をして、今後のデータベースの統合化の、方向性について模索するための機会とするということで広報活動も行っております。これは、後でご紹介する NBDC ポータルサイトからリンクがたどることができますけれども、こういった広報ページを立ち上げておりますので、本日ちょっと紹介しきれなかった各統合化推進プログラムの分野別のグループの活動紹介について、ちょうど今細胞工学で連載を公開しております。でそれを若干編集はしているんですけども、類似のものをこのサイト上から無料で閲覧することもできますので、ご興味がありましたらお読みください。とまた、このアジャックス講習会の来年度以降の計画なんですけども、その今後その私たちがその実際に講習を受けたいと思っていただける大学ですとか研究機関や地域に出張して、そこで講習をするということを、行っていきたいと思ってまして、その公募募集、実際に来てくださいという人の声をその募集しています。それまもなく来月以降このサイト上で始めますので、もし研究者の方や企業の方で私たちのところに来ていただきたい、来てほしいという声があれば、実際にこのサイトからアクセスしていただければと思います。私の話は以上になります。本日の進行はこの後から順次各種サービスの
実際の講習を受けていただければと思いますが、ここ本日ちょっと紹介しきれないようなサービスにつきましても、この bioscience.dbc.jp NBDC のポータルサイトになるんですけども、ここから、各種リンクを貼っておりますので、今色のついているものは本日講習を受けていただくサービスになりますけども、それ以外のサービスについてもこのポータルからお手持ちのパンフレットにも URL 載っておりますのでアクセスしてお使いください。あと先ほどの広報サイトもこのピンクで囲んであるここからリンクで、こちらに飛ぶことができますので合わせてご利用ください。